はい、2021年7月30日の、アメダスランキングなんですけれども、最高気温11時の時点ではですね、北海道、西興部というところがですね35度に達して1位でした。2位もですね北海道の東川というところだったんですけれども、この西興部、読めなかったので調べてみたんですけれども、北海道の、まあ、北東部かなり、北寄りなんですけれども、西興部村というところだそうです。この村はですね、高層ビルも映画館も大型ショッピングセンターもありません。でも降るような星空があるっていいですね。とってもいいとこですよね。建物がね紹介されているんですけれども、ホテルとか美術館とかがあって、それぞれ、リン、コム、カム、アトム、リズム、そんな名称がついているようです。オホーツク紋別空港が最寄りだそうです。12時を回ったところでトップがですね、北海道の滝の上 36.1 度、そして2位に、大分県竹田が 35.1 度、同じく2位に山口県の山口、35.1 度で続いています。13時を回ったところでトップは滝の上 36.5 度、そして2位にですね、これは3ついますね、北海道タップ、これは留萌のところにありますね、山口県の山口、高知県の中村、そして5位に、大分県日田市、いよいよ出てきました。14時を回ってトップが山口県の山口 37.2 度と一気に上げてきましたね。それから高知県の川崎、ここはかつて41度を記録したところですから強いですね。3位が北海道の滝の上、そして4位に4つあります、大分県の日田、高知県中村、北海道の東川、それから北海道のタップということで、さあ上位争い激しくなってきましたが、山口県強いですね、37度台を記録しています。15時を回ったところで山口のトップは変わりません、 37.2 度ですね。そしてここに愛知県豊田が2位に入ってきて、3位が日田、川崎と並んでおります。その後、大阪の枚方と岐阜県の多治見、ここも暑いとこですよね。それから北海道の滝の上という順位で、どうやらフィニッシュになりそうです。大体15時を過ぎると大きな変動はないんですよね。15時のランキングがそのまま生きるのかなと思います。今日の1位は山口県の山口でした。